はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺と申します。小家と申します。よろしくお願いいたします。なんやその始まりが。ですね、今日はゴールデンウィークに、まあ、多分いろいろ出かけるかなと思うんですけど、その時にこうパパッとできるヘアレンジをちょっとやってみました。ちょっと簡単に作ってるんですけど、もう本当にシンプルな感じでポニーテールして、まあ、サイドの髪の毛を これでまとめるっていう感じのアレンジなんですけど、本当に多分時間がなかったりとか、お子さんがいらっしゃる方、もう大丈夫ですね、大丈夫ですか、いらっしゃる方とかだったらもう結構遊び回ったりとかするかなと思うんですけど、多分邪魔になると思うんで僕の中で。そうですね、はい、だからまあそれでもパパッと簡単にまとめれるアレンジをちょっと今日やってみましたので、ぜひやってみてください。はい、はい、それでは動画をスタート。はい、もう正直何もしてない状態ですから、リレーのバーもつけます。まあ、パサつきはやっぱりこうヘアアレンジは良くないので、そのパサつきなくなるぐらいでつけてもらえれば大丈夫かなと思います。サイドの髪の毛を分けといて、まあ、大体耳後ろぐらいですね。で、後ろの髪の毛をまとめちゃいます。で、結構もう熱くなってくると高さがある程度あった方が楽かなと思うので、後頭部より少し上のあたりでまとめます。次にゴムで結びます。結構ここはしっかりと結んでもらえると崩れにくいので、しっかりと結んでください。で、次にここの高さを出します。ゴムの部分を持ちながら指で少し広げるような感じ。こう高さが出たら全然大丈夫かなと思います。で、顔周りの奥レゲ、まあ、大体 1.5 センチ幅ぐらいで下ろして、サイドの髪の毛を後ろに向かいながら少しねじります。後ろに持ってきて、この辺の部分をねじったところを少しだけボリュームを出します。で、出したところでダッカールで一度止めておきます。反対側の髪の毛も下ろして、残りの髪の毛を後ろに向かってねじりながら少しボリュームだけ出します。で、後ろにまとめてダッカールを外します。で、もうこの上にちょっとこのワニクリップっていうのかな、これ。そうですね、ガシャってなるクリップでここ全体をガサンと挟むだけです。で、このクリップの強さにもよるんですけど、結構強いのだったらこれで全然大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと弱めのやつとかだったら、最初にこれをつける前にもう一度ゴムで結んであげると、しっかりと頑丈になるかなと思います。で、余裕があれば固定、まあ別に巻かなくても全然なんかこういいかなと思うんですけど、まあ、余裕があったら巻いてあげると可愛いかなと思うんで、この表面の部分ですねの部分を少しカールをつけます。この内側の部分は正直あんまりつけなくても大丈夫かなと思うので、この辺の部分を動きつけるだけで全然大丈夫かなと思います。できたら顔周りの部分ですね、顔周りの部分も一回転だけさせて、で、こうほぐしてあげる。反対側も同様で一回転だけさせて巻いたら
ほぐしてあげる。はい、こんな感じで仕上がりました。もう本当にシンプルにポニーテールでサイドの髪の毛をまとめてクリップ、ヘアアクセかでまとめてる感じになってますので、ゴールデンウィークに使えるアレンジ、よかったら参考にしてみてください。